して、中大ラグビー TV MC の重田です。この番組は月に2から3回程度不定期に放送していきたいと思います。ラグビー部の様々な情報を様々な角度から伝えていきたいと思っております。新しい挑戦になりますが、よろしくお願いします。まずはじめに、松田監督から今シーズンの意気込みを語ってもらいたいと思います。どうぞ。準備はできてきてます。あとはもう本当試合で、みんなが 100% 出せるように、残りの期間を、導いていきたいなというふうに思ってます。はい。やはり3月から、佐賀さんが来てくれて、やってきた練習、みんなが学生が変わろうとしてきた姿、そういったものがどれだけ9月16日にグラウンドで一族として表現できるかというところがキーになってくると思います。はい。1年間もう半分を過ぎましたが、いろいろな方々に支えられながら中央大学ラグビー部しっかりと前に進んでます。これからもですね、皆さんの応援、ご声援、いろいろとサポートよろしくお願いしたいと思います。今シーズンもお願いします。はい、あります。必ず勝ちます。続きまして、山田キャプテンです。どうぞ。チームの調子はとてもいいです。今手応えあります。シーズンに向けてもっ と細かいところのミスが多いんで、これから一つ一つ細かいところの精度を高めて、最初の初戦の大東戦には全員で爆発できるようにチームの力を作っていきたいと思います。はい。やっぱ大東は体がでっかいんで、うちはそれに比べて体が小さいので、やっぱりリアクションの速さと相手よりも先に全て動くっていうところがキーだと思います。絶対勝利するんで、毎試合毎試合応援を続けてくれればなと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、今年のリーグ戦ポスターが完成いたしましたので、そちらを紹介させていただきます。あとこれが今年のポスターになっております。簡単に説明させていただきますと、こちらが今年のスローガンであるプレッシャー、そして9年生が優勝に向かってということで V の字に並んでおります。このようなポスターなんですけれど、なんと今回中大ラグビー TV 初回放送記念といたしまして、選手のサイン入りで5名の方にプレゼントしたいと思います。ご希望の方はこちらまでよろしくお願いします。これにて中大ラグビー TV 初回放送を終わりにしたいと思います。慣れない MC で申し訳ございません。徐々に徐々に MC の方も上手くなっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。これからも引き続き中大ラグビー TV、 中央大学ラグビー部、そして MC 重田のことをよろしくお願いします。それではまた会いましょう。さようなら。